テレンス・ロングという名前を知らない人でも、日本人野球ファンなら、誰でも、彼の走る姿を見たことがあるでしょう。あの、イチロー選手のレーザービームの最初の犠牲者です。実はこのロング選手、イチローだけに限らず、日本人メジャーリーガーたちと朝からぬ因縁もありました。ロング選手はまた、あの有名な、マネーボールにも取り上げられ、結局、マネーボールという思想の中で、葬り去られることになります。今回は、そんな、あの男、について、掘り下げていく動画です。テレンス・ロング選手は、アメリカ南部、アラバマ州モンゴメリー出身。モンゴメリーは、公民権運動の発端の、地として有名です。誕生日は、1976年2月29日、ウルード市生まれ、1994年の、ドラフトで、ニューヨークメッツから1巡目の、指名を受け入団。全体では20番目でした。ちなみに、この年のドラフト1巡目では、ノマー・ガルシア・パーラ、ポール・コネルコ、ジェイソン・バリテックという有名どころから、珍しいところで、元巨人、クライド・ライトの息子、ジャレット・ライト、また、不幸にも、現役中に、喘息の発作で21歳で、死亡した、ダグ・ミリオンも、含まれています。ロングは、1999年、リック・リード、マイク・ピアッツァが故障者リスト入りしたタイミングで、メジャー初昇格。しかし、メジャーに定着することはできず、3試合で3打数、2三振、1併殺。そして、シーズン途中、プレイオフ進出を狙うメッツは、ケニー・ロジャース投手の獲得に、動き、その代替要員として、ロングはアスレチックスに移籍しました。翌、2000年、テレンス・ロングはブレイクします。138試合に、出場。168安打、18本塁打を、放ち、打率は2割8分8厘。アメリカンリーグ、ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票で、第2位となります。ロングの前に立ちふさがり、新人王を獲得したのは、大魔神こと、佐々木主浩投手でした。そして、2001年は4月11日、冒頭にご紹介したイチローの、レーザービーム。この時、ロングは、二塁ベース手前で、イチローの動きをちらっと見ています。あれほど後方にいたイチローが、もうダッシュでここまで前進していることに、さぞや驚いたことでしょう。しかし、この時、イチローはまだ捕球前です。そして、二度びっくり。矢のような送球が、ピンポイントで三塁手の、デビッド・ベルのグローブに、クロスプレーにさえならず、誰の目にも明らかなアウトでした。何しろ、タッチしたベルが、興奮するどころか、呆然としています。ロングは、気持ちの整理のつかぬままベンチに戻り、そこで、何が起こったのかを理解しようとします。あまりのことに、彼に話しかけるチームメイトは、いませんでした。ビリー・ビーン GM を、主人公とした映画、マネーボールは、当時、アスレチックスに所属していた、ジョニー・デイモン選手のアップから始まります。2001年10月15日の、ヤンキース戦の実際の映像です。この試合に勝利したヤンキースは、アメリカンリーグ、ディビジョンシリーズを、勝ち抜け、次にアメリカンリーグ、チャンピオンシップシリーズで、イチロー1年目のマリナーズを、下します。この年のオフ、アスレチックスは、3人の主力選手を、失います。主砲の、ジェイソン・ジアンビ、トップバッターのジョニー・デイモン、クローザーのジェイソン・イズリングハウゼン、3人が移籍した球団の、21世紀最初の、ディケイドの、成績はご覧の通りです。マネーボール、は、ヤンキースの3分の1の、資金力しか持たない球団が、いかにして金持ち球団と、渡り合ったかを描いた、ノンフィクションです。この書籍の中で、テレンス・ロング選手は、デイモン選手が去った後の、アスレチックスでセンターを守ることになる、平凡な選手として紹介されます。いわく、センターに、デイモンに変えてロングを使うと、年間の失点が15増えると、ロングは、華々しいファインプレーを、する一方で、正確性は劣っていました。また、バッティングでも、ボール球に手を出す確率が、31% と高い、ビリー・ビーン GM が嫌う、フリースインガーでした。
ロングは、アスレチックスで重要視される出塁率が、2002年、翌2003年と3割を、切り、2003年オフに放出されます。2004年は、パドレス。2005年にはロイヤルズに、所属。2年間で212本と、そこそこのヒットを放ちフリーエージェントとなるも、獲得に手を挙げる球団は現れませんでした。マネーボールの手法が、各球団のフロントに取り入れられ始め、ロングのような選手の価値も、相対的に下がってきていた時期でした。2006年、ロングはやむなく、ヤンキースとマイナー契約します。トリプル A でくすぶっていたロングに、思わぬ形でチャンスが回ってきます。5月11日、ヤンキースのレギュラー外野手が大怪我をしてしまいます。心配そうに松井に寄り添うのは、センターを守っていたジョニー・デイモン。偶然にも、レッドソックスを経て、この年からヤンキースに移ってきていました。ロングは、松井の代役として、ヤンキースに昇格します。しかし、12試合で6安打、打率1割6分7厘と、低迷。表舞台から永久に、姿を消すことになりました。余談ですが、ロング選手が指名された1994年の、ドラフト1位には、2000年代後半に、日本でプレーした選手も、実は、4名含まれています。ニコースキー、ボカチカ、ブキャナン、ウィット。同じく1994年ドラフトの、ファーストピックだったテレンス・ロングも、タイミング的には、日本でプレーする可能性もあったかと、思います。ただ、日本の投手の落ちる球に、翻弄されて、2割そこそこ、10ホームランくらいの数字に、落ち着くイメージしかできませんが、それ以上に、日本のマスコミにイチローとのあのシーンを、ことあるごとに突っ込まれて、ノイローゼになってしまったかもしれません。新人王を、大魔神佐々木と争い、イチローの名を全米に広め、ゴジラ松井の代役になれなかった男、テレンス・ロング。今のところの彼の最後の、ツイッター更新は、2019年3月22日、イチローの引退翌日のことでした。そこには、勝負に行って負けた男の、相手への潔い称賛が、簡潔に書かれています。テレンス・ロング、イチローによって歴史に刻まれた、時代遅れのボールプレイヤーです。